まず安倍晋三さん、それでは今4人の選手が同じくお待たせをいたしました。続きまして安倍晋三候補よりお訴えでございます。皆様こんにちは。総裁選挙に立候補いたしました安倍晋三でございます。本日は本当にお忙しい中、この新宿駅前街頭に足を運んでいただきましたと厚く厚く御礼を申し上げます。今日本の美しい海が、そして領土が脅かされようとしています。長引くデフレ、そして円高によって若い人たちは未来に希望を見出せないでいます。今この国難にあたって身を捨てて立ち向かいとの同志の声に応えていく決断を出しました。日本の領土領海は、そして何よりも日本人の命は断固として守る、このことを宣言いたします。日本を見くびるような間違ったサインを民主党政権が送ってきた、これが今日の結果を招いているんです。私たちの国は断固として守る、そのためにも憲法改正に挑んでいかなければいけません。そのための国民投票法、安倍政権時代に成立をさせました。憲法改正への橋となる国民投票できました。この橋を渡って私たちの未来を、新しい憲法を作っていこうではありませんか。その時を迎えているんです。今の経済デフレが続いています。毎年毎年給料が下がっていく、このデフレをなんとか克服するため、デフレ脱却、全ての政策を総動員する必要があります。政府と日本銀行が政策協調をして、デフレ脱却をして円高を是正し、そして経済を成長させていく新しい成長戦略を前に推し進めていかなければいけません。安倍政権時代に日本に世界一のコンピューターを作る、コンピューター系プランをスタートしました。なんで世界一じゃなければいけないの、あの妨害にも目です。皆さん、世界一になったんですよ。その世界一のコンピューターでパーキンソンやアルツハイマー、うつ病といった難しい病気の画期的新薬、この薬の開発が行われています。このスーパーコンピューターによって治験期間も大幅に短くなっていくんです。私たちは皆さん、イノベーションによって健康を取り戻し、そして何兆円という富を生み出していくこともできるんです。女性にとって、また若い皆さんにとって、そしてお年寄りにとって、障害者の皆さんにとって、ハードルのないオープンな自由な経済を、そして社会を作っていくことによって、日本は必ず成長していきます。私は政権を担い、挫折を含めてさまざまなことを学びました。このことを生かして、この難局にぶつかってまいります。日本は黄昏を迎えている、そんなことを言う人がいます。決してそんなことはないんです。皆さん、日本には限りない可能性があります。今私たちが何をするかにかかっているんです。今こそ政治のリーダーシップで必ず日本は輝ける新しい朝を迎えることができます。皆さん、よろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、安倍候補に今一度大きな拍手をお願いいたします。